い、タンタンです。しましたよ、タンタンのカスタムモデル、今日ご紹介するのは、タンタンの、カスタムモデルでございますね、こちらアストリアスのですね、トラッド D の、リファレンス T シトカ&ハワイアンコアモデルでございます。ちょっと画像が近いかな、ちょっと見ましょう。はい、こちらのモデルのご紹介をします。非常にいい、軽いし、いい軽いギターがやっぱいいですよねということで、軽いギターコンセプトにもともと選んでおります。材からもちろん私の方が選びまして、トップの詩とかはかなりビアクローが、これはまあたまたまなんですけどかなり入っております。ガーガーとこんな感じ、まあ、写真でも多分見えると思うんですけど、かなり面白い感じの、個性あるトップ詩とかだと思います。メリットとしてはまっすぐに、目が入っているのがロゼッタのところを見てもらえればわかると思います。これがね、やっぱり私の、理論上だといい音が鳴るアストリアスギターということで、探していたわけでございますね。で、ロングサドルにこだわって、厚塗りのピックガードですね、こちらベッコースタイルをつけました。で、ヘリングボーンですね、つけまして、中に、これはタンタンのオリジナルじゃないとないんですけど、アストリアスの焼き印も入ってるんですね。これがまた可愛い点。そしてバインディングはウッドバインディング使っております。そしてサイドのご紹介ですね。この材もすべて、タンタンの方で選ばせてもらいました。これ実はハワイアンコア、ハワイアンコアって何本かあると思うんですけど、うちが取ったハワイアンコアは今回丸太から全てですね、アストリアス、の方で全て製材をしたものなんですよ。なのでやっぱりいいところ悪いところもちろんたくさんあるんですけど、いいところを取ってきましたよ。見てください。もう一本オールコア、あったと思うんですが、そちらも大変良かったですね。そいつの兄弟みたいな感じですね。アイノコルです、はい、同じ木の部分ですよね。 その板なんで、とっても木目がね、これはいいですよ。でネックマホガニーで、ヘッドですね、よいしょ、こういう感じになっております。ヘッドもの化粧板もすべて選びましたので抜群でございますよ、はい、そんな感じでございます。まあ新品状態なんで、コンディション的には問題は全くないんですけど、特徴としては音のトーンが伸びますね。すごくリバーブ感が、伸びる、うん、
くリバーブ感が、あのいいんですよ。暑いんだけどふわーっと出る感じの、印象があります。振動もすごくあります。なのであのスラッキーギターの方にもやっぱりあのコアを使ってるギターって多いじゃないですか。そういった方のためにも、おすすめできるかなと思って、コンセプトに作ったのがこちらですね。リバーブ感、トーン感をとっても強く出したいという感じに、イメージして作ってもらいました。やっぱね、意図として作らないとこう私たちの希望と、工場、職人さんたちですね、合体しないと音がね、良くならないのもよくわかりますよ。これはね、あのリバーブ感を太くしてそのスラッキーだとか変速チューニングまでも十分対応できるような形のセットになってますので、その辺をあの上手に組み合わせができたかなと思います。あのコアのリバーブ感のバーンと出る音とですね、そこにギュッと引き締めるジャーマンではなくて、血とかのギュッと抑えられるような、音ですね。これがあのバランスよくこう相まったギターだと思いますね。はい、そんなわけで、アストリアストラット D の T シとか、ハワイアンコアカサンですね、こちらを販売いたしますので一本限りのものになりますので、ぜひお問い合わせくださいませ。とっても綺麗なギターです。よろしくお願いします。タンタンでした。バイバイ。